皆さんこんにちは。なぜバス釣りの人は20ポンドのラインや食リーダーを使っていると太いライン使ってるねって言うんですか？私は海釣りメインで20ポンドは細い方と、細い方だと思ってたので意味が分かりませんでした。地元が、琵琶湖付近なんで、浮いてるニラみたいな、草や、ニラみたいな草ね、はい、藻に引っ掛けてラインやルアーを残していくくらいなら太い糸を使ってブレイクをなるべく、防いでほしいです。そしてゴミぐらい持って帰ってほしいです。本当におっしゃる通りでございますよ。霞ヶ浦来て東京の釣り屋さんで3ポンド巻いてきた。どこの店だよ。ちょっと言ってね、あの何店の、どこどこの何店まで言っていただくとね、しっかりした叱っておきます。もうねもうあのワームのゴミくずからないからね、みんな3、4、5ポンド使ってる人ですよ、ね、であのプロの連中もプロの連中なんだけども、仮に、ね、自分たちが3ポンド、4ポンド、5ポンド使ってても言うなよ。言うなよね、でもみんな真似するんだから言うなよ、ね、はい、あのだからあんたら使ってもいいけど言うな、結構太い糸ですよってそのぐらい言っつけっていうね基本です。日本のバス釣りってなんであんな特殊というかおかしな釣り方ね、そうね、もう石膏釣りの嵐になってしまいましたからね。もうだから、バスフィッシングそれであのそのバスフィッシングがつまんなくなって皆さんやめて他の釣りになったんですね。だからどん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 石膏釣りあれはねいけないのはねテレビですね。テレビに出てる連中が石膏釣りにこう走ってしまったっていうのがね、これはもうメディアのせいです。もっとかっこいい釣りを見せてあげないとダメなのにね、釣れればいいんでしょっていう世界になってしまったというのが、それともう一つ今までテレビに出たことがない人たちがですね釣り便所の方に出てくるわけですよ。そうするとそこでもって番組の中で、釣れないと、かっこ悪いわけでしょ。だから出会いでも釣るっていう番組の作り方になるんですよ。だからシーズンがいい悪いとかそんなの関係なくて、結局バスの番組はずっとバスの番組だけやりますよね。そうすると、1月のバス、2月のバス、3月のバス、4月のバス、5月のバス、6月のバスって、そのバスのいい案付けだっていい時も悪い時もあるでしょ。にもかかわらずそれをやる。だから昔はだから釣りロマンを求めてとか、ザ・フィッシングなんかもそうですけど、例えば、ヘラブナの釣り、春先のノッコミ3月 の, あの20日ぐらいにロケしたいんですって言ったら、あヘラブナいいね、バスにはちょっと早いね、だからそうするといい方を取るわけですよ、ね、で6月のアユの解禁っていうのはそのいい方を取るんですよ。だからいい釣りっていうのが、ところが番組があまりにも増えすぎてしまったためにですね、延々ずっとそれやんなきゃいけなくなるんですよ。だからそうすると釣れない、もうターンオーバーやなんかで釣れないはずの11月のバスの番組釣れやしないよそんなもんっていうのがあるにもかかわらず無理やり釣ろうとするから、もうせこい釣りに入る、じゃあ12月1月2月なんて普通の状態で普通に釣りをやったらまあそんなに釣れるわけがないね。そこで1時間番組持たせようと思うと何としてもそこでもって魚出そうという魂胆になってしまうんで、違う釣りになっていっちゃうんですね。あれはまあ釣りビジョンが良くないというふうに考えてもいいでしょうね。だからもう少し違う作り方を、番組がしていれば、良かったんですけども、僕は釣りビジョンに出てる人間ですけど、僕らの、番組はまあ、今度は外してますけど、いい時にいい時期にいい場所に行く、なかなかこれねやらせてくれてないのだから、これも釣りビジョンのせいなんだけど、一番いい時に一番いい場所に行けばいいのね本当はね。でそうするとそれ見た人はじゃあその見てそれで行こうとするともういい時期外してるのよ、だから釣れないわけね。だから俺たちは何としてもそのちょっと前ぐらいやんなくちゃいけないっていうのが出てくるわけです。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。